県内で新型コロナの感染者が新たに374人確認されました。県は今日新型コロナの検査を526件実施し、新たに374人の感染者が確認されました。自治体別では金沢市が177人、小松市が50人、白山市が39人などとなっています。年代別では10歳未満が最も多く82人、次いで10代が79人となるなど、30代以下の感染者がおよそ7割を占めています。クラスター関係では高齢者が入る福祉施設で新たに2人の感染が判明し、クラスターは54人に拡大しました。